土曜日68歳が25日、土曜日68歳が25日放送、チャリロー嫁、完全燃焼、完全燃焼、本人は直線着陸だが、数字は極限音楽が集まる、そもそもすごいことだ。この人は人気ロックバンド、キングルーナーがフォコだね、あの意味から松任谷由実変化があったかと。松任谷由実から意味。それ意味からすると、76年11月に4月からリリース、この顔を、この JJ デジフェジー待つ。音楽プロデューサーの松任谷由実スタート、結婚。荒井由実から松任谷由実、改名した。76年。76年ってことは、今から、45年前か。すげえな。自分で言うのもなんなんですけど、すごい僕たちは荒井由実が結婚したの意思を引くように、人気持ち、同意持ち、逆に開き直って模索した。前やっちゃうと恐る、再出発し、みたいな気持ちにもなりました。45年前、23歳。はぁ、あ。23歳ですか。45年前、23歳。マジか。45年前っていうか。45年前。すげえな。15年前、23歳。すげえ。逆に96年で43歳か。そう。96年で43歳。あ、そっかそっか。すげえな。人気も落ちたと。結婚して人気が落ちたと。あまりそういうこと言えない、そういうこと言えない、その世界いいなと。思うのも結構ね、やっぱり小別の世界でお名前っていうことに気づかされた。見よって、一応の持つ荒井由実って書いてある。でも、モチベーションでもないじゃん。荒井由実を絶対超えてやると。でもまあ、ね。足は綺麗なんだよな、彼女はな。でもまあ、なんていうか。潮が吹くより。いえ、彼女は。いや、でもまあ。バラヒユビは。春よ来いだよな。運がいいと思うな、俺はな。でもまあ、なんていうか。でも足は長いよな。足長いっていう。そのプライドちょっと好きよな。ジュジュの足綺麗っていう。なんだろうな。ジュジュと松任谷由実の足綺麗っていう、その感じなんだろうな。春が来いあたりを最後に枯れた気がする。いや、それはねえだろ。そこは絶頂期だと思います。はい。あんまり、わかんないね。あんまり。松任谷由実の、人気だった頃。76年だって、ちょっと覚えてないというか、生まれてないし。でもまあ曲はいいよね。というふうには思いますよね。はい。松任谷由実から意味。それ意味からすると、76年11月に4月からリリース、この顔を、この JJ デジフェジー待つ。音楽プロデューサーの松任谷由実スタート、結婚。荒井由実から松任谷由実、改名した。76年ってことは、今から、45年前か。すげえな。自分で言うのもなんなんですけど、すごい僕たちは荒井由実が結婚したの意思を引くように、人気持ち、同意持ち、逆に開き直って模索した。前やっちゃうと恐る、再出発し、みたいな気持ちにもなりました。45年前、23歳。はぁ、あ。23歳ですか。45年前、23歳。マジか。45年前だよな。
45年前すげえな。15年前、23歳。すげえ。逆に96年で43歳か。そう。96年で43歳。あ、そっかそっか。すげえな。人気が落ちたと。結婚して人気が落ちたと。あまりそういうこと言えない。その世界いいなと。思うのも結構ある。やっぱり、小便の世界でも名前っていうことに気づかされた。見よって、死後の没在、荒い意味って書いてある。でも、モチベーションじゃない。荒い意味を絶対超えてやると。でも、まあ、ね。足は綺麗なんだよな、彼女はな。でも、なんていうか。潮が吹くより。いや、でも、バラン指は、春よ恋だよな。運がいいと思うな、俺はな。でも、なんていうか。でも、足は長いよな。足長いっていう。そのプライドちょっと。好きよな。ジュジュの足綺麗っていう。なんだろうな。ジュジュと松任谷由実の足綺麗っていう、その感じなんだろうな。春よ恋あたりを最後に枯れた気がする。いや、それはねえだろ。そこは絶頂期だと思います。はい。でも、あんまり。わかんないね。あんまり。いや、松任谷由実の人気だった頃。76年だって。ちょっと覚えてないというか、生まれてないし。でも、曲はいいよね。キーフには思いますよね。はい。68歳、25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 歳
それ意味からすると、76年11月で4月からリリース、この画を、この11月29日に待つ。音楽プロデューサーの松任谷のスタート、結婚。荒井由実から松任谷、改名した。76年。76年ってことは、今から、45年前か。すげえな。自分で言うのもなんなんですけど、すごい僕たちは荒井由実、結婚したの意思を引くように、人気持ち、どういう持ち、逆に開き直って模索でした。前やってたところで再出発でした。みたいな気持ちにもなりました。45年前、23歳。はぁ。23歳ですか。45年前、23歳。マジか。45年前っていうか。すげえな。15年前、23歳。すげえ。逆に96年で43歳か。そう。96年で43歳。あ、そっかそっか。すげえな。人気が落ちたと。結婚して人気が落ちたと。あまりそういうこと言えない。その世界いいなと。思うのも結構ある。やっぱり、小別の世界でも名前っていうことに気づかされてる。見えて、一応の持つ荒井由実って書いてある。でも、モチベーションでもないじゃん。荒井由実を絶対超えてやると。でもまあ、ね。足は綺麗なんだよな、彼女はな。うん。でもまあ、なんていうか。潮が吹くより。いえ、彼女は。まあ、いや、でもまあ。バラン指は、
春よ来いだよな。春よ来いだよな。運がいいと思うな。運がいいと思うな、俺はな。でもまあ、なんていうか。でもまあ、なんていうか。うん。うん。でも、足は長い。でも、足は長いよな。足長いっていう。足長いっていう。その、プライドちょっと。そのプライドちょっと、ちょっと、好きよな。うん。ジュジュの足綺麗っていう、なんだろうな、ジュジュと松任谷由実の足綺麗っていう、その感じなんだろうな。うん。春よ来いあたりを最後に。春よ来いあたりを最後に枯れた気がする。いや、それはねえだろ。そこは絶頂期だと思います。そこは絶頂期だと思います。はい。うん。うん。でも、あんまり、わかんないね。わかんないね。うん。うん。あんまり。あんまり。うん。うん。いや、松任谷由実。いや、松任谷由実の。人気だった頃。人気だった頃。76年だって。76年だって。ちょっと覚えてないというか、生まれてないし。うん。でもまあ。今日まあ。曲はいいよね。というふうには思いますよね。というふうには思いますよね。はい。